おはようございます。はい、おはよう。ということで、久々の映画館なわけですが。そうね、10日ぶりくらいかしら。今日は何を？これ。何？あのゆかりさんがヒューマンなドラマだと。さては偽物だな。おのれ本物をどこへやった。あなたは私を何だと思ってるのよ。まったく、黒澤明の名作をイギリスでリメイクって聞いて気になってたのよね。なるほど。ちなみにオリジナルの方は見たことあるんですか？ないけど。なんじゃい。とりあえずあらすじ言っとく。あれですよね、おじいちゃんが雪降る中ブランコに乗るんですよね。いやまあそうだけど。舞台は1953年のイギリスロンドン。市役所の新人ピーター君の出勤シーンから始まる。ほうほう。列車に乗ろうと駅に行くと職場の先輩方がいたので挨拶。ついでに軽く冗談かますも、職業的に外でそういうのはご法度だと注意される。何ですかそれ。ほら、役所の役人だからお堅い雰囲気にしとかないとってことみたい。うわ、めんどくさいですね。さらに次の駅でピーター君の上司ウィリアムズ課長が乗ってくる。これが絵に描いたような堅物英国紳士。おう。そしてこの課長さんが主人公ね。で、雪降る中ブランコに乗ると。いやまあそうだけどまだ早い。はいはい。ウィリアムズとピーターが働くのは市役所の市民課なんだけど、もう典型的なお役所仕事なわけ。というと、町の婦人会がゴミ溜めになってる空き地を公園にしてほしいって陳情書を持ってくるんだけど、役所特有のたらい回しにやってると苦情も言ってくる。ああ、ありますよね。で、ウィリアムズはピーターに書類を持って婦人会と一緒に公園課に行けと指示。ふんふん。でも結局たらい回しにされて市民課に戻ってくる。なんじゃそれ。そしてウィリアムズは預かっときますって受け取って書類の山にポイ。あ、これ放置するやつだ。そんなウィリアムズ課長、医者から余命宣告を受ける。ガンであと6ヶ月、長くても9ヶ月だと。あちゃー。課長ショックで初無断欠勤。貯金を半分下ろして海辺の町へ。そこから自分探しのロードムービーになるわけですね。そして最後ブランコに。と思うじゃん。てか、とりあえずブランコは忘れなさい。はいはい。現地で知り合ったおっさんと一緒に飲み歩いたりストリップ見たりするんだけど、なんかちゃうなぁと。ふんふん。で、ロンドンに戻ったら市民課の事務員の女性マーガレットに見つかる。彼女は転職するのに必要な推薦状を書いてくれとウィリアムスに頼む。あら、転職ですか。お堅い役所を辞めて飲食チェーンで副店長を目指したいと。おお。そんな彼女に惹かれて会ううちに、なんかストーカーみたいになり始めるウィリアムス。おいおい。いつもと違いすぎる彼の様子を不審に思ったマーガレットが訳を尋ねると余命宣告の告白。残りの日々を君のように生きたいがどうすればいいのかわからないと。お、重い。だがこれまでほぼ誰にも言えなかった心の内を吐露しているうちに肌と気づく。あ、まだ俺できることあんじゃね。おっとおっと。こうして役所に戻ったウィリアムズは冒頭の陳情書を手に取り部下たちに告げる。さあ諸君、現地を視察に行こうではないか。おお、盛り上がってきたー。と話せるのはここまでね。ええー、まあ元は有名な映画だし今更ネタバレもないとは思うけど、気になるなら見れば。ちなみにゆかりさん的には。私は好き。ほうほう。とにかくウィリアムズ役のビル内の演技がいいわ。冒頭のお堅い役人、余命宣告されてからの呆然自失な老人、そこから復活する覚醒英国紳士、もう説明されなくても見ただけでわかる。なるほど。そしてラストのブランコ、もう最高ね。まあゆかりさんは時事戦ですしね。いや違うから。